まあ、値系と家族系はそんな感じ系な関係なんだけど、値の家族系がどんな人たちだったっけかっつうと、あたいの弟系？弟系はさ、あたい系みたいに、どっちかっつうと、オタク系な感じなんだよね。ゲーム大好き。でも、スポーツも好き？最後に見た系、見た系？最後に見た系なの？いつ系だ？マジ覚えてない系なんだけど。一回日本系に帰った時に、実家系に行って、旧あたい系の部屋系なんだけど、弟系の部屋系を見たときに、秋葉系のオタク系が所有しているようなフィギュア系、ちっちゃいのじゃなくてさ、デカめなやつ飾ってあった系なんだよね。まあ、なんかやつはオタク街道まっしぐら系だと思うんだ。今どうしてるかわかんない系なんだけど、まあ意外といいところに勤めてた系かな。大手系のパン屋系に確かね就職した系なんだよね。日本にいるうちに行ってみようかな系だったんだけど、結局行く機会なかった系で、あたい系もあの時忙しかった系だからさ、まあ元気によろしくやってる系なんじゃない。兄貴系がさ、あたい系にとってはただの嫌なやつだったんだね、本気でマジ系で、あいつ系はすっげー嫌なやつだった。面白いのがさ、すっげー人気あんのはあたいたちさ、違い系なんだけど、友達とかさ、クラスメートとかさ、先生とかさ、みんなに、もうみんなにチヤホヤされてる感じ系のやからだったわけ。見た目系的にはあたい系と正反対系、兄弟系って言われなきゃわかんない系じゃない系っていうレベルの顔が違いすぎる。あたい系もともと色白系で、周りの評価系的にはどっちかっていうと可愛らしい感じの系統の顔だよねって言われたことがある系なんだけど、そういう風にカテゴリー系に分ける系としてインドア系の子だったわけよ。あたいの兄貴系はどっちかっていうと本当真逆、色黒だしかっこいい系って言われてた系だし、あたい一重だけどやつは二重だし、アウトドア系、スポーツ大好き系な、サッカー大好き、ゲームも好きだったんだけどね、あの人ね。まあそうやってで、全く正反対系だったわけ。あたいはどちらかっていうと学校では陰キャっぽい変わり者系な感じで扱われて系で、一応さ兄貴系と三つ違い系だから、小学校の時はさ6年生だからさ、兄貴系がいてあたい系がいて、もうなんかセットみたいな感じ系でさ、周り系からの扱い系もそこまで悪くはなかった系なんで、なんだけどやっぱ中学系と高校系、あたいたち系なんか同じ学校系進学した系なんだけど、ちょうど入れ替わり系でさ、兄貴系がいなくなっちゃうじゃん。入れ替わりであたい系が入学して系でさ、上の学年系の人たち系は兄貴系のこと知ってるわけじゃん。あたい系のことをチヤホヤしてくれる系なわけよ、ありがたいことに系でね。一方で同じ学年系の子たちからは兄貴系と比較されちゃう系なわけ。部活つながりとかでさ兄貴系のこと知ってたりとかすると、すげえ差別っていうか、まともな対応のされ方をしてなかった系なわけで、それがさ生徒だけだったらわかる系なんで、先生たちも兄貴系とあたい系を比較して対応の仕方とかもさ全然違かったり系で、あたい系はさいつも系で兄貴系の陰に隠れてたっていうわけではないんだけど、勝手に隠されちゃってる感じかな。周りが勝手に比較してくるから、あたい系っていう人間性がさ受け入れられないというかさ、そういう部分は結構あった系なんだよね。つっても兄貴系は正真正銘の勉強できない系のバカ系、やつはバカだった本気で。学校の成績とかでもさ、実技と座学とってあるじゃん。で実技はまあまあいいんだよ。で特に体育機とかはさ常に優秀で5とかなわけだけど、座学はマジやばい。あいつ系はマジ1とか2とかしか多分取ったことない系でマジやばい正直信じられない。なぜってなる。兄貴系はさ国士官系へのスポーツ推薦系とかも高校系に進学する系の時に視野には一応入っていたわけだけど、なぜそれができなかったかっていうと座学系が
全くできなかった系なんで、スポーツ推薦系の枠はあった系なんだけど、兄貴系はできなかった。でもそれぐらい兄貴バカ系なんだよね、残念ながら。うん、マジ系で、あたい系の兄貴系とは思えないぐらいおバカさん系で。スポーツ系だけじゃなくって兄貴系ね、そのゲーム系とかも結構好きなんだ。あたい系がさ、結構面白い系のゲームソフトとか持ってるとさ、あたいが家を開けてる時とかに勝手にあたい系のゲーム系を取りやがって、自分のもののようにあたい系のゲーム系を遊んでる系で、でマジあれはありえなかった。あたい系にとってはゲーム系、命系のオタク気質系の子にとってはマジでゲーム系って宝物系だからさ、それをね許可なく勝手に取られたりとかした系の日にはもう怒り狂ってしょうがない系だよね。正直な話マジ系で、あんまりにもそれが繰り返し起きた系だから、一回ナイフ持って脅したことある系なんだよ本気で本気で、あのバカなことをやってるなとは思う系なんだけど、でもあまりにも兄貴系のジャイアン的な態度系が許せない系だったから、兄貴系さ実はかなりの小心者系だから、そういう脅し系には弱い系で、もう渋々だった系なんだけど、解釈だよね、次やったらぬっ殺すぞっていう脅しがねよっぽど効いたらしくって、やめてくれたけど、学生時代はそんな系な感じの兄貴系だったけど、あいつさ鬼嫁系と結婚してさ、それから一応系で丸くなった系、兄貴っぽい感じ系の振る舞いをしてくれるようになった系で、まあつっても兄貴系が実家出て系から、もうほんと1回か2回ぐらい系しか会ったことない系なんだけど、その時にさお小遣い系くれた系なんだよね。あたい系まだ学生系だったから、まあ、マジ気持ち悪くって、それが嬉しい系なんだけど、マジでどうした兄貴っていう気持ち悪さの方が強くってあれはもう衝撃系だったけ。でもさ多分やつもやつでさ苦労してたっぽい系なんだよね。っていうのがその久しぶりに会った時にさ、顔がめちゃくちゃカマキリのようにやつれてた別にさ、もともとそんなふっくらした系の顔系じゃなくって、あたいの兄貴系ってさシュッてした感じの顔系だったんだ。若い時とかさ芸能人とかに例えるとキムタク系とか永瀬智也系に似てるって言われることがあった系で、だから悪い顔じゃないんだよ、悪い顔じゃないしシュッとした顔で、だけど別にふっくらはしてなかったからいいんだけど、でもそんな感じ系でも体型がさ見たらどうしたっていうぐらい顔がやつれてたっていうのが分かる系で、なんか相当苦労したんだなって思う系なんだ。一個さ聞いたことあるやばい鬼嫁ストーリーが、兄貴系がさその当時親戚のさおじさんのところ系で大工さん系やってた系で、肉体労働系だからさすっげー疲れんじゃん。で帰ってきてさ鬼嫁系にコンビニからおでん系を買ってきて系って頼んだっぽくって、待ってる間系に兄貴系がさうたた寝しちゃってた系なんだ。でそしたら鬼嫁系が帰ってきて、それを見た瞬間にその熱々のおでん系を兄貴系にぶっかけたっていうねやばいっしょマジ鬼嫁っつうか鬼鬼嫁はやばい系だよね。未だに多分ねまだ離婚せずに一緒にいる系だとは思う系なんだけど、マジどうなってんだろうね今頃ね。一生連絡取ってないからさ分かんない系なんだよね、どんなことになってる系か。まあそんな兄貴なんですよ、あたい系の兄貴系っつうやつは。やっぱねあたいの家族系で一番ぶっ飛んでるのはやっぱタマ、タマが一番ぶっ飛んでるとあたいは思ってる。うん、昔の話とかさいろいろ話してる間にさ聞いたりするじゃん。でやっぱねすっごいのよ、なんか現代でそれやったらマジ犯罪じゃない系とかまあその当時でも犯罪だった系だと思うんだけど、マジそんなあるの、そんなこと起きるのっていうことがやっぱ昭和系の時代をさ突っ走ったバブリーな女だったからさ、あたい系の玉系はねほんと面白い系だね。
もう縁切れちゃってるのは残念系なんだけど、あたいの個人的な意見系では母親としてはちょっと微妙だったけど、人としては別に悪い人じゃなかったし、どっちかっていうとね、一緒にいるともうぶっ飛んだ体験ができて面白い系な人だったの。あの人ってもともとでも芸能系の関係の仕事系してた系なんだよ。確かね、小学校系が AKB 系のさ、秋元康さん系と確か一緒系で、担任の先生も確かね一緒系なんだよ。タマがさ、いつだったか同窓会に行った時に帰ってきてさ、なんか話してくれてさ、担任の先生がさ、歴代の教え子の中で一番印象に残っているのは秋元康さんとタマだったっていうねマジどんな選出とか思って、マジだからそれぐらいぶっ飛んでんのよ。秋元康さん系は子供の時からやっぱり天才って言われてたんだって。話によるとあたいのタマは天才ではなかったと思うんだよ天才ではなかった系なんだけど、でも人だよね、やっぱ人格が多分ズバ抜けてたんだと思う系なんだ。それはでも分からなくはない。なんか変なカリスマ性があるっていうか、どんな話題でも面白くなっちゃうし、そういうセンスがあるんだよね、あの人って。そのさ、担任の先生っていうのもさ、今もうほんと相当おばあちゃんで、まだ生きてる系か分かんない系なんだけど、今までほんと何千人ってさ、何万人いくか分からない系なんだけど、そんだけ多くのさ子供たち系を見てきた系の中で選んだ2人が、あの AKB48 のプロデューサーの秋元康さんと大系の玉系だったわけ。前その話聞いた時マジかって思った。マジ系かって、マジ信じられなかった系で、そういう話を聞くとさ、すごい人だったのかなって思う系だよね。他の話なんかしてくれてたのは、確か系で、あたいの玉系って若い時にヒーローショーとかのヒーローのスーツを着てやってた系なんだけど、仕事をね。あの人確かね、仮面ライダー系に入っててヒーローショーのコーナー系で、この技の名前はなんだっつってクイズがあって、であたいの玉系が答えをね、合ってたらピンポン、は間違ってたらブブーみたいな、やんなきゃいけないみたいな感じ系だったんだけど、見事にあの女正解忘れやがって多分正解はその子供たちがはい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 って言ってたやつの中にあった系なんだけど、答え覚えてないから全部あいブブーブブーっつって全問正解にしやがったっていう話とかね面白かった系だわ、それ弾いた時。マジウケる系なんだけど、今でも面白いわ。とか、あとは未だに有名な芸能人の人と同じ劇団に入ってたのか。そう、中学校の時とかだったかな、中高だったか、劇団にあの人所属してて、確か系で劇団の先輩だったかな、確か日高のり子さん系、日高のり子系、日高のり子さん系が一向上の先輩とかなんだかつって同じ劇団に所属したらしくって、あとは三原純子さん系、今でも活動してる系なのか分かんない系だけど、三原純子さん系とも劇団で一緒だったみたい系で仲良かったらしいんだよ。結果的に確かね、劇団系は辞めなきゃいけなかった系なんだけど、玉系の兄貴系になんか邪魔されたんだかなんだかちょっとよくわかんないけど、まあ、辞めなきゃいけなかった系なんだけど、その直前までは日高のり子さん系が勤めてたその主演の役の次の候補だったわけよ。それの話も決まってたっぽいんだけど、タマの兄貴系に邪魔されてダメになっちゃったらしい系なんだけど、それでもさ、別にあの人系は芸能界系にいることはできたんだと思うんだけど、結局高校生系の時に結婚しちゃった系で、兄貴系産んじゃった系でってやってっかさ、芸能系の道は断念したっぽい系なんだけど、結婚してなかった系で、あたい系たちを産んでなかった系だったら、多分系だけど、本来だったら女優か何かやってた系なんじゃないっていう感じの人なんだよね。年の割には綺麗って言われるしね、昔から、うん、あ、なんかすっげー喋った気がする。そんな喋った、あたい系そんな喋った系、すげーさ、途中で雨降ったりすごかった系なんだけどさ、まああたい系の家族系は
そんな感じ系。うん、決済夢に出てきた系の親戚のおじさん系は、あたりのタマのさ、兄貴系なんだけど、いやマジないわ、ないわ。家族構成的にはそういった感じ系なんだけど、一応ね、体系の兄弟系は2人だけってことになってるんだけど、どうやらあと3人ぐらい別の兄弟がいる系らしくって、その話はまたなんかどっかで話せたらなぁと思う系なんだけど、まあそんな感じよ、家庭系の家族系なんてもんは。うん、そんなもん。あ、そう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 、家族といえば、あたい系ね、言っとかなきゃいけないことがある系なんだ。いつか偶然あたい系のチャンネル系、あたいのさ家族系が発見する系だと思うんだ。で、あとあたいをさ個人的に知ってる系の人とか、いずれ見つけられるんだろうなって思う系なんだけど、マジ邪魔だけはしないで。応援はしてくれてもいい系なんだけど、登録してくれたりとかさ、評価ボタン押してくれたりとかさ、それ系はいい系なんだけど、マジ系で、あたいの活動を邪魔するようなことだけはしないでほしい系なんで、本当マジでお願いします。そこら辺ね、あたいの玉だったら分かってくれてると思うけど、うん、ね。まあ、ということで今日はこんな感じ系です。あとねそうそうそう、たまに、まあ、たまたまね、まあ、ギャグじゃないよ、ギャグじゃない系なんで今のは偶然系で、この動画見ていただけるでいいんだけど、まあ、たまにね一言メッセージがあって、心配しなくていいから、話はきちんとつけてあるから心配しなくていいから、まあ、これだけ言っておきたかった。うん、ということで今日の動画はこんな感じ系かな。マジなんかあたい系の家族系の話する系とかマジありえない系なんだけど、いやーアップロードするかどうか迷うぐらい、どうしよう系だよねこれね。